ちょ、ごめん、画面用意したらごめんな。オッケー、いいんでね。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。ちょっと今これ着てるんですよ。何でしたっけ、ナンバー新選組公演のやつです。楽しかった。来てくださった皆さんも、配信見てくださった皆さんもありがとうございました。アレンジ自分でしたん？実はですねこれね、ここの袖に、両方の袖にリボンと、あとここ、あの見えちゃう、それはいっちゃう、ここのね、お腹、無理じゃん、マイメロくんが倒れて、マイメロ倒れてきた、このどう、あ、そう、ここのね、裾のとこをクシュクシュってしてリボンをねつけてるんですけど、これが足、これがあの、ちょ、ま、前メロよいしょ、あ、大変、待って、ベッドの上に脱ぎ捨てられた私の靴下が、よいしょ、ちょ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 、倒れて、こんで、オッケーオッケー、そう、あのね、なん、自分でこの T シャツをアレンジしたのっていうやつに関しましてなんですけど、まずですね、この裾のクシュクシュとリボンはママが 100% やってくれました。で、このリボンを結んでくれた、作ってくれたのもママです。それを愛花は縫い付けた。私がしたのはこのリボンを縫い付けることだけです。 98% ママです。ママありがとう。ママしか勝たんだよ。でもね、あれなんです、中学の頃家庭科部の副部長この裾をクシュクシュしようっていうアレンジ、クシュクシュしようっていう、あ、ママ裾クシュクシュしようのやつの案を出してくれたのもママ。愛子はどうしようかなって分かんなかった、どうしようって言ってたのを、裾の真ん中、お腹のところをクシュクシュしたらして、リボンつけたら可愛いんでねって言ってくれたのもママ。ツイッターを見てます。
そう、アイカは縫い付けただけ。そう、各メンバーね、自分たちでアレンジしたんですよね。みんなね、センスが良すぎて。ナナホさんはめっちゃ切ってましたねもうこの辺全部なかったもんねいや、あれはナナホさんだから許されますよ。なんか喋りたかったんですけど忘れた。あのね、夢に色がない理由をね、アンコールの2曲目でしたんですけど、はい、夢に色がない理由をねしたんですけど、こう、わっ、えクマ、マフさん、マフさん、クマありがとうございます。クマクマ、そう、夢に色がない理由をアンコールでしたんですけど、あのこう今7期生の公演でも夢色やってるんですよ。アンコールの一番最後、あの私次のあの出る時絶対振り付け間違えるんでよろしくお願いしますあのね、違ったんですよ。いつもは公演ではこっちの立ち位置にいるんですよ。でも今日はこっちの立ち位置にいたんですよ。だから左右で振り付けが違くて、でしかもなんかあのタタタタタタのやつもこう普段こっちからやってるんですけど、今回こっちからだったりとかしてて、そうだからちょっとあの間違えます。もう一回やっときます。間違えます絶対。しかも感想もね、あの普段はこっちにいるから、待って待って待って、やり直せばいいじゃん。こっこか、あの普段はこう感想がこうでこうでなんですよ。こうでこうでこっち行くんですけど、今日はこうでこうでこっち行くで、でタララーンタララーンでね、あのこっちから順番にこう回っていくんですけど、もういつもは最初に回ってるんですよ。今日は後からなんですよ。絶対一人遅れる。あのほんまに練習リハーサルでも、うん、マジで死ぬほど間違えてた。一人で先に回り出したりとか。ね、いやー気をつけますけど、一応ねちゃんと、でも次出るまでにちゃんと一回全部通して練習はするので、間違えなかったら褒めてください。あと間違えないのが当たり前なんですけどね。いやでもめちゃくちゃ楽しかったですね。楽しかったです。え、ちょっと待って、ちょっと待って、なにごめん、めっちゃ口悪かった、なにって言って、ちょっと見まーす。え、待って、わかんない、なに？君を守りたい、君を守りたい、
になって微笑みの虹をまとう君を守りたい。あ、いや、うん、ケイトさんのやつ、ケイトさんの衣装がねちょっとトラブルがあったんですけど、いやでもそんな大したことは、MC 大丈夫でした？なんか正直ね、もう MC ほんまにあんな、あのめっちゃなんか何ですか、不安や、めちゃくちゃ不安で、はい、あんなね、だって公演以外の MC でまさか仕切りみたいな感じでしたんですよ。めちゃくちゃ不安、一番不安やったし、めちゃくちゃ緊張してたし、なんで愛かが仕切りなんとか思って、めちゃくちゃ不安やった。終わってからも一人でめっちゃ反省してたんですよ。なんかうわ絶対なんか、うん、空回りしたってもっとちょっと MC に関してもっとほんまに勉強しなあかんなって感じですね。もっとねちゃんと勉強、もっと勉強しなあかんなって思いますね、喋るのはね。ほんと、あ、暑いよ、充電がない携帯の、ちゃんと充電今してるけど、え、どうでした？今日の愛花見てて、あ、めっちゃ揺れちゃった。今日の公演見てて愛花、今日はだから一旦休み、いやありがたいことにね、ちょっとまだお休みはしばらくなさそうです。ありがたいことなんですけど、ちょっとしばらくまだなさそう。あくびがしそう。落ち着いた。よし、大丈夫。もうメロンジュースがね、アンコールで、メロンジュース、HKT さんのメロンジュースの曲を、メロンジュースをアンコールで披露させていただいたんですけど、とんでもないポジションに、させていただいて、いいんかっていう。17ライブのタイムラインでメロンジュースの時、アイピーの前髪が崩れへんってめっちゃ言われてた。マジで？なんかね、話してたらしいんですよ、先輩方が、ななほさんとかゆいねさんが。さっき聞いた話なんですけど、メロンジュースで絶対にあやかの前髪を崩れさすみたいなことを話してたらしいんですけど、崩れませんでしたね私の勝ちです。
すすれませんでした。ちゃんとめちゃくちゃ固めたんですよ今日。いつもより、いつも以上に固めたんですよ。そしたら大丈夫でした。いつもの公園より 前髪振った、スプレー振りました。いつも公園でも最近結構崩れるんですよ。でもしかも今回の今日のやつはほんまにリハからすごいボロボロになってて、リハはあんまり固めたりしないからっていうのもあるんですけど、いつもよりは振りました、崩れませんでした。自前じゃないメイクさんに借りました。ごめんなさい。でもそんな使ってないですよ、一本使ってないもん、一本使ってないもんの基準がおかしいよね。まずそんなにほんまにそんなに使ってない。使ってない。そんなに熱い、めっちゃめちゃくちゃ熱いよ。あくび、なんやろ、他にもなんか喋りたいことあったんだけどな。ちょっともう疲れに疲れまくって頭が回っていません。目がおかしい。あ、スカヒラ、そう、スカヒラのコメントが来てるよ。そうなんです、あのね、ユニットではね、スカートヒラリをね歌わせていただいたんですよ。ごめん、ちょっともうもたれてます、ごめん。そう、スカートひらりをね歌わせていただいたですよ。めちゃくちゃその昔から AKB を好きな時からすごい好きな曲で、よく聴いてた曲なんですけど、ほんまにだからNMB を好きになったのが9年前とかそれぐらいで、だからそれより前から、え、それより前からあったっけ、スカヒラ。もう一回、 AKB 好きな時に好きやった記憶はある、小学生の時。調べよう、スカートひらり、首ですもん。2007年っていつ？え、めっちゃ前？2007年。じゃあ合ってるか。そう、はい。めっちゃ聞いてた曲。ちっちゃい頃、小学生の時。小学生やな、小学生は2007年は。あ、なくなった。そう、だからそれを歌う日が来ると思ってなくて、え、まだ幼稚園？ほんまに言ってる？絶対嘘やん、マジ幼稚園なん？あ、でもじゃあ多分その頃はまだ聞いてないわ。小学生の時に聞いてた記憶ある。青春すら始まってない言うな。多分その、じゃあ幼稚園の時はまだ聞いてなかったんかな。小学生の時か。
からに聞いてた記憶があるけど、ほんまにそんなに昔からめっちゃ聞いてて好きやった曲を、しかもあの衣装を着て、スカートひらりの衣装を着て歌わせていただく日が来ると、あの頃の自分は全く思ってなかったよ。だからなんかめちゃくちゃ嬉しかったし、しかもすごいいいポジションで歌わせていただいて、なんかめっちゃありがたいなって思ったし、なんかでもそのなんか すごいありがたいポジションで歌わせていただいたんですけど、でもなかなか愛花ってそういうポジションに来れることって ないから、なんて言うの、もう日本語難しい、日本語難しいね、日本語難しいね、無理、日本語難しいね、んだえなん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 、そうだからなんやろ、当たり前と思っちゃいけないし、なんて言ったんやろ、こうセンターに立てるとかいいポジションをもらえるって当たり前じゃないじゃないですか。なんかなんて言うの、7期生の中ではこう なんて言うんですか、こう身を染みて実体を持って身をもって経験したっていう、なんていう、何、あの7期生の中でこう上のポジション に入れることは当たり前じゃないっていうことを身をもって経験してるのって多分愛花だけなんです。愛花だけって、もうほんまにそんな言い方してあかんけど、身をもって経験してるんですよ。だってお披露目2番手からの研究生公演6番手よ。そんな落ちたメンバーいないよ、7期の中で。あ、ごめん、自虐じゃない、本当に自虐だけど自虐じゃない、身に染みて、そう、お披露目はほんまに、なんやろ、お披露目で2番手っていうすごいポジションをもらえたから、なんやろ、難しいわ日本語にするの、ちょっと難しい言葉わざわざ使わんとこ、でもそう6番に落ちたじゃん、言ってしまった、本当に9、10、11、2ヶ月でさ、あんな落ちたんだよ。で逆に2ヶ月で上がってきたメンバーもいて、ものすごい、めっちゃ、もうほんまに2ヶ月でめっちゃいろんな人に抜かされて、やから前に立てたりとかいいポジションに立てるっていうのが当たり前じゃないことをすごい身をもって経験した、実感したですよ。やからそう、今回いいポジションに立たせていただくことがすごい多くて、はい、めっちゃ嬉しかったし、なんやろ、当たり前って思っ
ちゃいけないっていうんですか。わかんないや、難しいな日本語。まあそんな感じのニュアンスで伝わればいいな。まあいい経験ですよそれも。はい、喉鳴った。そんな感じのニュアンスで伝わればいいな。はあ、暑いね、めちゃくちゃ暑いよ。あと何、清純フィロソフィー、あれもあれは7期生だけで相談していただいた曲なんですよ今回で。あのね、めっちゃ楽しかったな。なんて言うんやろ、でも正直すごい怖くて、めっちゃ嬉しいの嬉しかったんですよ。前に先に歌うポジションだったっていうのはほんまにお披露目以来なんですよね、7期で何かをするときに。最初に歌うポジ、え、最初に歌い始める、歌が最初の方がもう日本語がそうなんですよ。だからなんですな、めっちゃ嬉しかったんですけど、歌わりか、まあ、わかんない、頭回ってないわ。嬉しかったんですけど、でも一緒に歌った2人がまあ言ったらセンターと2番手じゃないですか。だからすごい差はあると思ってるし、身長も一人だけ全然足りてなくて、だからそこでも身長でも負けてるし、どうしても差っていうのはあるんやろうなって思ってたからめっちゃ怖かったんですよ正直。でも何やろ、自分らしくやるのが一番いいんだろうなって思って、っていうか自分らしくやるしかないじゃないですか言ってしまったら。だからもう一旦ね、全部忘れて、今は私が、え、何？研究生公演は関係なくて、今は私がここにいるんだからみたいな気持ちでありましたね。あくびが止まらない。あとはなんだ、話す曲はまだあるかい。今日の公演でアイビちゃんのことをしたいってなりました、今から押してもいいですかっていうコメントを読む体勢じゃないんよな、ほんまにごめんなさい。ありがとうございます。今から押して、あのすごいこんな集大をさらけ出してしまったものなんですが、それでもよろしければ押していただけると嬉しいなって
嬉しい。でもそうやってもらえて、なんかね今日のねライブ終わってからねツイッターのフォロワーさんが突然増えてる気がする。だけかも。そんないきなりバーンじゃないけど、なんか言ってるよかりんさんが黄色の双子ちゃん。USJ 好きな人がフォローし始めた、そんなことある？アイピはもっとおとなしい感じの子だとみんな思ってる。おーおーおー、どういうことや？かわいいだろ。投票どうすればいいの？こちらにね書かせていただいてる通り、あの社員に投票していただけると嬉しいです。なんか一回きりっていうのがすごい悲しくて、めちゃくちゃ楽しかった。本当に楽しかった。なんか悔しいとか思う部分はもちろんあるんですけど、あるけど、でもすごい楽しかった。ほんまに楽しかった。なんやろ、余韻がすごいというか、なんて言ったらいいんやろ、なんか、あ、喉鳴った。なんやろ、こんなにやりきったっていう感じが初めてかもしれない。楽しかったです、めっちゃ。あ、また喉鳴った。 NMB48 の17ライブの NMB 公式のタイムラインに投票裏がありますよ。お願いします。歌いたい。またみんなで、社員のみんなでまたステージを作りたいです。楽しくて、なんかすごい、なんか胸いっぱいになってやってる最中に、あ、まだ飲む、あのあれ夢色を歌ってる最中、落ちサビのところでなめっちゃ涙が泣きそうになって、めっちゃ必死にこらえたけど、ほんまに泣きそうになってました。首が出ております。あくび助かれてあくびしか勝たん。もう眠たい。
あかん、バンされる。こんなん、これが僕らの推しです。そうです、配信中に寝出すやつが嘘つき合いかです。バンされるわ、寝落ちしたら。配信中に寝出すのが、NMB48 キュンマットアイピコと嘘つき合いかでございます。こちらが私ですね。こういう人間になっておるんですけれども、こんな感じこんな感じ、寝るやつ。だんだん好きになってきたって。だんだん最近、最初は、あ、待って、叩いて、最初は好きじゃなかったんですか。え、あ、歪んでる、めっちゃ。ちゅうか、え、つかん、ついたついた。あ、ちゅうか、あ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 あ落ちちゃった、もうどっか行っちゃったあつ、落ちていきましたが、今両親が拾ってくれてるの前に探してくれてるこんな隙間にシュコーンって落ちていっちゃったから、え、絶対ないやろ。絵でどっか行っちゃったわ。両親が探してまだ加入して1年経ってないのに5年ぐらいいるような落ち着きのある配信してるね。落ち着きのあるという、落ち着きあるというか、な、落ち着きがあるわけではなく、ただなんと言うんですか、このようなあの性格をしておるだけでございまして、はあ、寝落ちバン対決すんな
これってなんですか？結果発表。多分来てるの。どこだどこだ。どこだ。どこ、どこだ。待って待って待って。これか。柿本京介さん、柿本京介さん、わあ、たまありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと待って、ボードはある。ペン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 、ちょっと待ってな。タワーが来ておる。柿本京介さん、ちょ、インク、待ってな待ってな、待ち、インクインク、感じがバカには感じがわからないの。よし、柿本京介さん、タワーありがとうございます。ちょっとあのこの辺のインクがちょっとあれなんですけど、ありがとうございます。取れました。ありがとうございます。持ってきてくれた、ホワイトボードのマーカー、ありがとうママ。わいわい。いいやつ。カチカチタイプ。カチカチタイプ。わーい、よいしょ。カチカチタイプ、こんな配信の仕方してて怒られる。マイメロ、なんていうもん、任せぬ。
かわいそうマイメロ、また食べられてる。かわいそうだね。あ、ゲセヌって呼ぶんだ。え、なんかずっと若せぬって呼んでた。ああ楽しい。ピュアコンタクトですよ。目が悪いからね。わあ、マキちゃん、マキちゃん、クマ、クマありがとう。クマです。クマです。クマ、クマありがとう。よいしょ。マイメロちゃん生きてる？生きてる。あと何を話すつもりだったっけな。お話し会の時はカラコンつけてるんですよ。何？映像？画面？モニター？違う。画面？画面越しだったら。カラコンつけてる方が漏れるんです。語彙力がログアウトしました。え、すごい、なんかすごいの来た。見て見て、ハロ、見て、すごい。あ、ってなっちゃった。見て見て、すごい、パパが作ってくれた。すごっ。パパが作ってくれた。嬉しい。ありがパパ。ありがパパ。ちちちち、貼る場所貼る場所。分かったぞ原因が。なぜくっつかないのか。お前だ原因は。君だ。くっついてくれ。グレードアップ。すごい、ちゃんとペンライトのカラーまで。さっきまであんな、ね、すごいっていっぱい来てるね。すごい、壁、若せぬ、あ、若せぬじゃない、なんだっけ、
忘れた。すごい NMB48 キムマートサツキエイカリペンライトのカラーまで入ってるし、キムマートのこれもあるし、 NMB のマークまである。あ、ゲセヌだ、ゲセヌ。なんか来た、またなんか来たな、これなんかすごいなんか協力っぽいやつも、この辺貼っとこう、協力っぽいやつ。おー、いいじゃないですか。協力なやつ。ともちんさん、くま、くまありがとうございます。見て、なんかさ、ここ今ね、あんまりわかんないよね。今はなんかフィルターみたいなかけとくからあれだけど、ちょっと赤いでしょ。ちょっとかぶれてるんよ今。テーピングを巻きすぎてかぶれてしまった。熱い。君を守りたい僕の胸の中、太陽になって微笑みの君を待とう。え、インク吸ったらやばいん。やば、めっちゃ肌弱いんよ。やばいんや、インクによったら。もう一緒に酔わんとこ。めっちゃ匂っちゃった、臭かった。やば、気をつけよ、ほんまに。今何時ですか。もう1時間やってるで、アイカ多分まだやけど、もうすぐ。この前のサインはいつ届くのかな。いつなんだろう。でももう届き始めてる人も、オーマイガー、だってだってあなたがいた片思い中よりによってこんな状況で、だってだって女の子だもん、バータイミン可愛い私で会いたかったのに、あなたが笑う君らしくて、君らしくて好きさ。楽しかった。やば、余韻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 しか勝たん。やば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 、えぐ余韻あるんだけど。なに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 、
すごいな、私はショールームはフィルターをかけてるんですけど、フィルターすごいな、赤くなってるとことか一個も映らん。あ、やすくん、やすくん、くまありがとう。やすくん、くまありがとうございます。くま、熱っ、え、熱っ、熱っ、めちゃくちゃ熱いよ。ポフ、順調で、あ、尋常で、あの、わーってしたのはあれです、レナさんです。持ち上げました、私は。君が好きだ、たとえ振られたっていい、本当の気持ちをごまかしたくはないんだ。君が好きだ、どんな格好悪くたって、溢れるこの思いを飲み込まないよ。誰に冷やかされたって、言いたいことは言わせてくれ、世界で一番好きだ。暑いね、今嬉しいな。今日で好きになったよって言ってくれる方もいるんですのがすごい、もうなあ、嬉しいわ。余韻すごいわ、楽しかった。もう1時間経ったんかな、1時間経ってそう。終わりますか、終わりましょう。もう1時間経ってして、してしてし、楽しかった。皆さん社員に投票よろしくお願いします。じゃあちょっとランキングを読みますね。13位から参ります。13位ラザラスさん難しい。13位ラザラスさん、ラザラスさんありがとうございます。12位まおちゃん、まおちゃんありがとう、まおちゃん。11位カフェオレさん、カフェオレさんありがとうございます。10位マヒルン、マヒルンありがとう、見てマヒルンありがとう。9位ハットーさん、ハットーさんありがとうございます。あいかちょっとあの画面がいっちゃいそう、どこだ。8位オレンジの新製品さん、ありがとうございます。はーい。7位ピアちゃん、ピアちゃんさんありがとうございます。6位マキちゃん、マキちゃんありがとう。おー変わったー、あもうここまでは変わってないか、上だな。えほんまに言ってる、絶対変わったな、ハットーさん言ってないな多分。8位ハットーさん、8位ハットーさん、ハットーさんありがとうございます。で6位まで行って、5位シンシグさん、シンシグさんありがとうございます。
4位ともちんさん、ともちんさんありがとうございます。3位やすくん書きます。ちょっと赤色のペンが切れています。3位やすくんありがとうございます。やすくんありがとうございます。さあ消すやつ。2位柿本京介さん、ありがとうございます。タワーもいただいてありがとうございます。イエイ。1位マフくん、ありがとう、ありがとうございますみんな消し消しめっちゃコメントする。1位マフくんありがとう。はい、消し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 。これはね、すずけさんとちょっとインクがね付着しちゃうから。おお、カポーさんが来てくださってる。びっくり、こんなカポーさん来てくださってる。わあ、ありがとうございます。あ、NMB48 のさつきあいかです。あ、まさかの消し消しコメントを。ありがとうございます。カポさん。ありがとうございます。アピール、何したらいいんだろう。アピール何したらいいんだろう。NMB48 のさつきあいかです。何したらいいんだろう。あ、またぜひよろしくお願いします。また。乗りたい。嬉しい。今日見てたよ、目を引くようになりましたね。全然まだまだです。もっと頑張らなあかんなってめっちゃ思いました。まだもっと頑張らなあかんなってめっちゃ思いました。立ち位置後ろにいることが多いんで、どこにいても目を引けるようにならなあかんなって思いました。でもありがとうございます、嬉しいです。嬉しい。またよろしくお願いします。ぜひお願いします。わあ、嬉しい、ありがとうございます。またお願いします。ぜひ。やばい、こういう時に自分のことをパッと宣伝できるようにならないけんのだな。こういう時にパッと自分を宣伝できるようにならないけんな。ありがとうございます。熱っ、すごい熱いですね。ありがとうございます。皆さん最後まで見ていただいてありがとうございます。社員、あ、見てリボン、社員に投票もここから、あ、ここです。ここから社員に投票もし
していただけると嬉しいなって思っております。また勝ちたいです。社員のメンバーでまた立ちたいです。ステージをまた作りたいので、社員にこちらですね、こちら社員に投票よろしくお願いします。ではありがとうございました。またねー、切ります。ありがとうございました。